せ、よせ、やたら騒ぐな。俺たちをしだけさすんじゃない。俺たちを乗せろ、いいか。な、わかるか。やめ、そんな目で見るなよ。やさを見る目をやめろ。それか、頑張ってやらなきゃけどね。新人も小麦くんまして早い2年半経ちまして。それぐらいそうそう、よう言われる。最近どうやって知り合うてんやってね。そんな関係やで。お前2年半前は全然知らんかったね。お前っす。お前出身も全然ちゃうわけ。僕の出身京都でね。京都。もう顔見て分からん。京都らしい情緒のある顔というかね。芝生堂大事や、学校でもじゃん。2人学校どこ。これ大阪の宮古島工業高校や。お前大した学校やねん。大きい声で言うな、お前は。いや、宮古島工業高校、名前が持っちゃう人らないから。ほら、来て京都大谷高校やで。綺麗大谷、京都私立の大谷、大谷やで。おい、私立、アホアホ、ほっとけよ。何やろ、ね、何でそんな顔して言わなあかんねん。喜ばんでええがな、別に。そんなもん言えないか。ええこと言うたら、学生じゃ俺ら賢ったアホか。そんな言うやつに限ったらアホやねん。え、何でもできたって。ほんまか。おうちの学校も出たりしたのか。おいよ、行くぞ。来いよ。社会な、すぐすぐ。よし、健一君がお母さんに頼まれて角の市場にリンゴ2つ買いに行きました。帰ってきてお腹が空いたので。あのさ、俺が言うたら数学やん。おや、そんなお前小学校の算数やねん。そう、嘘やないよ。うちの高校これやったで。今も言ったで、それ。お前でも効率やろ。おう、うち知れてやん。教科書ちゃうんちゃうか、お前。そんなことないから。お前でも教科書パッパッとめくったら、ルートなんとかとか、パイアルの二乗とかあったんちゃう。お前だったよ。うちちゃうと教科書パッとめくったら、サクランボとかチューリップ、ハンボとか。どんな教科書やん、それ。楽しいで、みんな算数。知らんわ、そんなもん。ええやろ、そんなもん。答えや、ほんなら。出してみよ。言うで。健一君がお母さんに頼まれて、市場でリンゴを2つ買いました。帰ってきてお腹が空いたので、1個食べました。さて、何個残ったでしょう。待てよ、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 待てよ。ちょ、何してんねん、あったけ。何してんねん。先答え出してんじゃないか、お前。アホやろ、お前。待て、答え出すまで待て。こんなもん考えても一個やないか。お前かしこいな。俺ほんまクラスで3倍以内入っとったな、お前。こんなことない。こんなもん誰でもできるから。そんなことあるか、お前。え、うっとくら、お前クラス40人おったけどな、35人までは健一君が一番に行った時点で健一君見失うとったな、お前。ほんまやな。アホなんか。ほんまや、見た、ほんまやぞ、これ。ほんまに。ほんまや、放課後なんかみんな集まってホームルームの時間よ。みんな健一君どこ行ってんやろ。